雪国舞茸で豪華極うま炊き込みご飯、パチ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 。ホタテをですね、まずちょっと水で戻しまして、ご飯を入れていくんです。そして研ぎまして、ここにですね雪国舞茸を入れて、そして先ほど戻したホタテを入れていくというようなことなんですね。先週もですね、舞茸で簡単炊き込みご飯やったんですけど、1000回いかなかったんですね。まさか、そうか、やっぱり普通のことやってもダメなんだなってことで、今回はちょっと豪華版をやってみようと、そして最後のトッピングでもっと驚かせてあげようと思って今作っているところでございます。炊き上がりました。今回はそのまま食べるわけじゃなくて、ここになんと日本産のですね明太子を上からドカーンと置いていくわけです。明太子と舞茸をサンドして、そして頑張り、最高だ炊き込みご飯。